新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ね、まあもう新年一発目の動画でもないですし、まああのこれ撮ってるのはまあぶっちゃけ2023年なんですけれど、これが公開されるのが1月の何日ぐらいかわかんないんですけど、まだ一応明けましておめでとうって言ってもいい時期に公開している動画だと思いながら喋っています。でなんでこのね、あのそんな新年の動画であることをこだわる話をしてるかというと、今年何年ですか？今年は辰年ですね。そうなんですよ。これね、子供の頃から不思議なんだけど、干支で辰だけちょっと浮いてるじゃない。確かに。他のやつって一応実在するアニマルというか普通にいる動物じゃない。まあそうですね、うん、ネズミとか牛とかウサギとか、うん、子供の頃からなんでこの中に辰が入ってるのかなすごい不思議だったんですよ。でこれはあくまでも小学校1年生の時の僕が考えた中沢説、小1のね僕が考えた説なんですけど、昔はいたんだろうと。あ、タツバ12個動物を考えた時に1個だけ空想のいるのってやっぱおかしいと、はいはい、何個か入ってんならまだわかるよ。12個のうち11個は普通にその辺にいる動物なのに1個だけいるかいないかわかんないものが入ってるっていうのはやっぱ変だし、普通にこの干支を作った人はタツを見てたんじゃないかなっていうふうに小学生の時の中沢少年は考えまして、はい、でその後ね、まあ、このユーマオカルトチャンネルでも何だろう話題にしてますけど、実際に竜を目撃してる人って世界中にいるから。いますね。そうなんですよ。だからやっぱりその干支を作った人も見てたんじゃないかなという、この子供の頃の僕の仮説結構正しかったんじゃないかなと思うんですよ。そしてやっぱりあのいろんなね12の干支がありますけれど、まあ干支の中でダントツでユーマ濃度が濃いのがやっぱり立つじゃないですか。そうですね。それはイノシシ年とかだってイノゴンとかいますよ。いるけど、でもやっぱりイノシシよりは立つの方がやっぱユーマの年って感じがするので、まあこれは立つ年を逃すとね、次にこの企画やれるのは12年後だと思うんで、ちょっと早めに、この回をやっとこうと思いました。ということで今回ご紹介したいのはこういう話でございます。竜は実在した撮影された竜の写真と動画まとめ大紹介。はい、ということでですね、今回はですね辰年記念ということで、はい、まあ、実在する、実在したんじゃないかと思われているその竜が撮影された写真や動画を、これでもね実はめちゃくちゃあるんですよ。今回かなり厳選してます。お、はい、僕が見つけてきた、実際の竜の写真をちょっと見ていただきたいと思います。いくつかねパターンがあるんですけど、はいはいはい、まず最初に見ていただきたいのはこちらになります。はい、おお、なんかめちゃめちゃ顔がかっこいいですね、うん、これね、まあちょっとアップの写真なんで分かりにくいかもしれないですけど、手のひらに乗ってる、はいはいはい、だからミニサイズの竜の写真で、はいはい、まあサイズから考えて竜の赤ちゃんなんじゃないかと言われてる写真なんですよ。なんかいいでしょ、そうですね、生き物って感じもちゃんとするし、そうですね、うん、なんかね手のひらサイズなのがまたちょっとリアリティがありますよね。バカでかいとかじゃなくて、うん、だあの竜がその特にこれちっちゃいからなおさら思うのは、うん、僕らも辰の落としもとか普通に知ってるじゃないですか、はいはい、だからその見た目がすごい竜そっくりの小動物っていうのは普通にいる可能性は全然あるのかなと思って、うん、そう考えたらこれもまあだから何をもって竜というかなんですよ。竜は実在するって考えた時に、はいはい、まあ辰の落としはもう普通に確認されてる動物だけど、あれがもし未確認動物であれが最近になって捕まったら竜は実在したって言ってあれが出されても、まあちっちゃい竜って納得もできるかもしれない。ああ、まあ確かに。これも本物の動物を捕まえた写真だとしたら、はい、これを竜と言っていいのか、まあ大きくなったら本当に竜になるかもしれないけど、うん、まあそもそもちっちゃい動物で竜に似てる動物を捕獲した写真なのかもしれないなっていう気もするんですよね。あと個人的には、あのミミズハゼっていう魚がいるんですけど、はいはい、それにちょっと似てる気がして、その例えば、頭部はちょっと違うんだけど、ミミズハゼの頭の部分がまあ奇形なのかな、うん、まあなんかちょっと頭になんかできちゃって、その竜の角みたいに見えるようになっちゃったのか、まあちょっと夢のない話をすると、ミミズハゼの写真をちょっと加工、映像的に、写真として加工したのか、実物をなんか、実物になんかいじったのかわかんないけど、そういうことをやったトリック写真の可能性もあるかなとは思うんですけれど、ただまあこの、竜の顔もねはっきり写ってるんで非常にいい写真なんだ。いい写真ですよね、うん、なんかあの一瞬キングギドラのあの
フィギュアの一部かと思いました、うん、サイズ的にもね、ちょうど。あー、なるほどね。首取ったらこんな感じなんで。確かにね、これ体映ってないからね。そうそうそう、頭のあたりだけなんで。でもね、おもちゃかなって。フィギュアではないと思うんだよね。俺やっぱ生き物っぽいと思うよ、これは。あー、でも確かにちょっとね、うこうぬめってるっていうか、そう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 、質感があれなんで。だからもしなんか人の手が入ってるとしても、ある程度は動物の部分を使って部分部分なんかくっつけてるトリックとかなのかな。まあその合成写真の可能性もありますけどね。そうだとしても、元になった素材となっている動物は本物の動物を使ってる。で、僕は多分ミミズハゼかなと思うんだけど、と思ってる写真であります。はい、まあこれもね、はい、すごいいい写真ではあるんですけど、うん、まあやっぱその竜っていうとやっぱ大きいイメージがあると思うんで、うん、なんかね、こうでかい竜の写真とかもないのかなとか思っちゃいますよね。ああ、もういっぱいあります。お、っていうかね、でかいやつの方が多いんですよ。でかいやつの方が多い。ちょっとこれ見てください。これですね。はい。見て、はい、こんな感じ。はい、はいはい。おお、骨ですかね。竜らしき角も生えていて、頭部も竜っぽいじゃないですか。で、あの、こう人の足も映ってるんですけれど、まあこの人の足と比較しても相当大きいことなんですよね。これもう一枚写真が撮られていまして、同じ場所で撮られた写真なんですけれど、はい、まあこんな風に、なってます。だ体の部分もね、たくさん骨が残っていて、かなり細かいところまで破損せずに残ってる骨だなっていう感じですね。これはどこで撮影された写真なんですか？これはですね、2017年に中国で撮影された写真ってことです。結構最近なんですね。そう、だから割と近年なんですよ。だからその近年で、でも中国ってね、やっぱり竜の伝説もね、すごいあるところなので、こんな最近になって、こんなすごい写真が撮られていて、その割には、世間的にはもう大ニュースになってないっていう。そうですね、初めて聞きました。だってこれ、集まってる人たちが、足元しか映ってないんだけど、結構な人見に来てるから、もうちょっと話題になってもいいと思うんですけれどね。意外と、ユーマファンの間でもちょっと地味な写真、あんまりまだ知られてない写真かなと思うんですね。地味っていうか知られてない写真って。こんなんもう、デイニュースじゃないですか。いや、本当なんですよ。だから一面撮ってもいいと思うし、頭だけかなと思ったらね、ちゃんと体もあるしね。そう、綺麗に残ってるから。そうなんですよ。骨になる前に見つかんなかったのかって思うんですね。こんなにね。確かに。全身の、こんなでかいやつが全身やって、そうそうそう、しかも2017年だから、骨だけになる前の状態見てる人いてもよさそうなんですけどね。そう、相当中国の奥地だったのかな。それで、骨になってから見つかって、見物人がたくさん集まってる様子なのかもしれません。まあ、こんな風にですよね、竜のね、死体の写真っていうのは世界中で撮られてまして、次もね、竜の死体の写真なんですけれど、こちらになります。おお、これはですね、2015年、はい、ロシアの海岸で撮影された写真なんですけど、はいはいはい、これもまあその竜のような細長い体だし、頭部もまあそのちょっと爬虫類っぽい感じのものが残っている写真かなと思います。で、これね、正直先ほどの中国の写真と比べると、おお竜だみたいな感じでちょっと少ないと思うんですけど、ただ逆に言うと、まあ、正直な話、さっきの中国のは、若干あれ作ってないかみたいな疑惑のどうしても言っちゃうんだけど、こっちはね、本物の生き物が、まあ、海岸に漂着した動物の死体のような気はするんですよ。ただ逆に言うと、作り物ではないんだけど、別に竜とかじゃない、我々がよく知ってる既存の動物が、まあ、これ明らかにね、この頭部の部分とかっていうのは肉がもう落ちちゃってるんですよ。頭の骨だけになったりしてるんで、まあ、腐敗が進んでるので、まあ元々の姿とはちょっと変わってしまって、まあ竜の写真と騒がれるようなものになっちゃってるのかなっていう気もするんですけれど、ただその本当の竜の可能性っていうんですか、はい、作り物ではない可能性で言うと、僕は先ほどの中国のやつよりも、こっちの方が可能性高いかなと思ってるんで、僕はいい写真だなと。そうですね。あれですね、腐敗する前が気になりますね。ニューネッシーとかと一緒で。ですね。いや、本当にね、このチャンネルでも何度も紹介してるんですけれど、そのユーマの死体みたいのってたくさんあるんだけど、動物ってね、死んでしばらく経つと、だいぶ生きてる時と形が変わっちゃうので ね、ちょっとこれで竜だって騒ぐのはね、なかなかちょっと、本当にそれでいいのかっていう気もするんですけれど、だこういうね、竜の写真、もう一つあるんで、ちょっと見てください。はい、こちらです。
おお。これはですね、2015年、だから先ほどのロシアの海岸で漂着したものと同じ年ですね。だこの年は、竜の死体がたくさん現れた年だったのが、2015年は、竜の死体発見されまくりイヤーだったと思うんですけど、こちらのスペインの海岸で発見されたもので、まあ、全長7メートルほどあったと言われてます。でかいっすね。で、よくね、見ると頭部の方にもね、ちゃんと角らしきものもあるし、まあ、人の足もあるんで、まあ、大きさの比較もね。しやすいかな。だから実際その7メートルぐらいっていうのは別におひれがついてるわけじゃなくて実際そのくらいの大きさの生き物の死体なのかなという感じですね。でこれもだからそのこれはただね既存の動物のようには見えないんですよ僕は。だからその本当に竜のような未確認生物の死体かちょっと作ったか、どっちかの二択になるかなとは。まあ、作った場合も、その角の部分だけなんかつけてる可能性はありますけれどね。そうですね。体の部分に関して言うと、本物の動物の死体を使っている可能性が、まあ、あるかもしれません。じゃあ、最後にもう一つ、はい、ちょっと死体の写真を見てもらいたいんですけど、はいはい、今までの死体のやつはちょっとタイプが違う。はい、こんなのもね、竜の死体の写真としてはあったりします。はい。すごい。ホルマリン漬けになっている。まるまる。はい。もうこれがあるってことで、やっぱり竜は実在するってことですよ。すごいですね。もうザ・ドラゴンって感じの。そのまんまの形でホルマリン漬けされてますから。これは、あれですか、どこに保管されてるものなんですか？謎です。竜は実在するっていう証拠として、一部でこの写真が出回ってるんですけど、これがどこにあるのかすら全く情報が出回っていないという、もうどっちかというとこの写真があることでより竜の存在が怪しくなっちゃうんじゃないかっていう気もねする写真ではあるんですけれど、まあこういうものも一応あるっていうね。まあこれはさすがに僕は作ったなと思うんですけれど、まあこういうのを作る人がやっぱりいっぱいいるぐらい、まあ竜っていう存在はね、まあ世界中で愛されてるっていうね、ことなんだろうなと思います。まあ、そしたら、まあ、結構その死体のね、はい、写真が多いのは分かったんですけど、やっぱり、はい、竜がこう生きてる姿なんか飛んでたりとか、うん、なんかそういう写真とかってあったりしないんですかね。もちろんありますよ。飛んでる写真もありますよ。まあ死体の写真が確かに多いんですけど、はい、死体の写真が多い、まあ動かさなくてもいいフェイクが使いやすいみたいなそういう疑惑もあるんですけど、はいはい、ちゃんと動いてるところのね、写真もあります。例えばこれですね。これ2014年に撮影された翼を広げて飛んでいる、はい、まあドラゴンって言われてる写真なんですけど、いやすごい綺麗に写ってますね。これね綺麗に写ってるし、そのなんかよくわかんないんですけど、その羽の端の部分、はい、両端の部分と、あと足元って言っていいのかな、それがなんかちょっと発光してるように見えるんですよね。そうですね、うん、なんかでしかも翼の方の光が緑と赤になってるから、うん、なんか一瞬こういう形の飛行機なのかなと思ったんですけど、そうだからなんかね、そういうこれはおそらく本当に何かが飛んでるところを撮った写真だと思うんです、うん、でまあドラゴンのようにも見えるけれど、なんか人工的に作ったものが竜のように見えるように写っちゃった可能性もあるのかなという気もして、まあ、少なくフェイクじゃないかなと思うのは、フェイクでドラゴン作るとしたらこの辺光らせる意味があんまり、ね、ここ光らせることによってよりドラゴンっぽさが出るっていうこともないので、まあ、実際に何かを飛んでいるところを撮影したものであるのは間違いないかなとは思います。ただ確かに人間の作った飛行機的なものの可能性もまああるかなという一枚ではあります。ただ飛んでる竜はね他にも撮られていまして、うん、こちらもちょっと見てください。はい、これは絶対飛行機ではないですね。これは飛行機のわけがない。わー、うん、そうですね。これ2022年、去年ですよ、はい、去年。あ、まあまあもう年越してるから2年前ですけど、ややこしいですね。2024年から考えると2年前に中国の空に出現した竜と言われてます。はい、雲の中にね。いや、なんかすごい神秘的な一枚ですね、うん、そうですね。光の差し方とかも相まってめっちゃ構図もね、うん、狙ってる感じがあるので、なんか風水的に良さそうですよね、これの写真。そうですね、なんか縁起良さそうな一枚ではありますね。まあただやっぱりそのこの辺の難しいところはどうしても
フェイクなんじゃないかみたいな目ではね、どうしても見ちゃうところは正直あるんですけど、やっぱりその、僕は意外と最初の1枚目の写真がリアルだなと思うのは、その、竜っぽい形はしてるけど、ザ・竜でもないっていう、まあ、あとロシアの海岸で発見されたのもそうなんだけど、やっぱここまで来るともうよく知ってるおなじみの竜を作っちゃったみたいな構図も、正直こういう構図の特撮もんとか漫画とかいっぱいあるじゃないですか。ありますね。もう竜が好きな人が好む構図の写真で撮れてるってあたりが、ちょっと作為的なものをねどうしても感じてしまうので、いやもちろんこれが 100% フェイクってね、断言することはできないんですけれど、まあ正直すごいその作者の意思みたいなものをちょっと感じちゃうかなとは確かに思う一枚ではあります。ただいい写真だなとは思いますし、はい、もう間に合いませんけれど、これを印刷して年賀状にね、使ってみる。12年後にはぜひ皆さん、スクショして使ってください。12年後、覚えておいてくださいね、この動画の。12年後にこの YouTube チャンネルが閉鎖されていなかったら戻ってきて、その時にスクショしても大丈夫ですね。いや、なんかこんなに竜の写真が見られると思ってなくて、はい、うん、本当もう辰年にふさわしいでしょ。そうですね、うん、もう正直ね、こうおせち料理フルコース食べたようなお腹いっぱい満腹感なんですけど、はい、やっぱりね、うん、こうどうしてもこうかっこいい竜がこう動いてる姿もちょっと見てみたいなと思いまして、写真じゃなくてね、そう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 、動画とかあったりしたらなと思うんですけど、いやもちろんありますよ、生きて動いてるやつも、じゃあ最後にね、生きて動いてる竜、はい、見てください。やった。ほら、めちゃくちゃ飛んでる。ワンダフォー。ワンダフォー。すめっちゃ羽ばたいてますね。うん、しかもこいつさ、はい、屋根の向こうの方に行ってるから、多分着陸してるよね。そう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 、この後ね。うん。なんで笑うんだよ。いい映像じゃないですか。いや、いい映像っすけど、うん、なんか一瞬ね、なんか新しいゲームの予告編かなと思って、ちょっとゲームっぽいなと思いまして、モンハンとか CG っぽいってことですか。そう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 、うん、動き方が、だから僕はこれはね、まあ CG の可能性も高いと思うし、なんか作ってる可能性もあるのかなと思ったんですけど、やっぱり普通この屋根の向こうには行かないっていうか、遠く飛んでくというか、このシチュエーションで、まあ、この家の、まあ、降りてはいないかもしれないけど、かなり低いところまで行ってるというか、うん、この人以外、この撮影してる人以外も、あの家の向こうの人も見てそうだよね。そうですね。もう一回見てみましょう、この映像ね。なんかね、でもね、なんか、CG だとしたら僕はあんまり上手くないと思うのが、はい、自然に滑空して降りていく感じに見えないっていうか、なんか落ちてるみたいな感じの飛び方で、もうちょっと、もし CG なんだとしたらもうちょっとなんとかなんなかったんじゃないかなと思って、まあ僕もフェイトリックだとしたらこれ CG の可能性が一番高いとは思うんだけど、なんか釣ってんじゃねえかなっていう気も少しするんだよね。このなんか CG だったらもうちょっと自然に降りていく感じ作れるんじゃないかなという気もする。ただ確かにこのシルエットとか、あと動きはちょっと CG の方なのかなとかいう気もしますけれど、ね、もちろん本物である可能性も何パーセントかはあると思います。はい、ということでですね、まあ今回辰年ということでですね、はい、12年に1回はねこれをやっとかないといけないなと思った。今回ねこれ1月中にこの動画の公開を逃しちゃうと、僕実は今年、はい、っていうか去年もね公開したんですけれど、はい、僕ねサンタクロースっているじゃないですか、はいはい、サンタクロースもユーマだと思ってるんですよ。おお、リアルサンタクロースの目撃談、はいはい、リアルトナカイって言ったら変だけど、はい、空飛ぶトナカイのね、はいはい、目撃情報とかも実はあるんですよ。おで、僕はクリスマスに合わせてサンタは実在したっていう動画を作りたいっていうことを2年前から思ってたんですけど、はい、毎回気がついたらもうクリスマス過ぎててまあ今年のクリスマスは絶対サンタ会の動画を作ろうと思ってるんですけど、はい、まあサンタ会はね毎年やろうと思えば1年逃しても次の年やりますけど、この辰年会はね逃しちゃうと12年後になってしまうんで、ね、とりあえず慌てて、僕が知ってる、竜の写真や映像を今回ちょっとまとめてみたという感じです。最初にも話したんですけど、やっぱり竜ってすごい人気があるんで、まあこれはちょっと実在するっていう話からずれちゃうんですけれど、やっぱ世界中に竜やドラゴンの愛好家の人っていうのは多いんですね。だからその竜やドラゴンを使ったまあ映像とか写真、まあこれはフェイクだっていう話になっちゃいますけれど、うん、そういうのをまあ
あえて、まあ、じゃあフェイクだってことにしちゃいますけれど、作ってる人はたくさんいるので、今回紹介した他にも、竜やドラゴンの写真や動画というのはたくさん存在します。そして、まあ、その中には、もしかしたら本物のものもね、紛れているかもしれないので、今回の動画を見て、竜やドラゴンの写真や映像に興味が持った方は、皆様も、自分で、調べてみて、これはもしかしたら本物なのかもっていうものを、見つけてみたら楽しいんじゃないかと思います。2023年、辰年は、ユーマの年であります。ユーマ好きの皆さんは今年1年楽しく過ごしましょう。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。